また津波防災の日に先立ち、大西区の区民を対象にした津波高台避難訓練が行われました。この日、若狭高浜病院裏手の駐車場で行われた訓練には、高浜町大西区の区民6人が参加しました。その場から動かない、こちらの、3つの訓練では、午前10時に国が緊急地震速報の訓練として J アラートを発令し、区民らは警報音に合わせてその場でしゃがみ込み、身の安全を守る体制を取りました。このあと町の職員の指示で若狭高浜病院の非常階段を上り、3階の避難所で津波の到達に備えました。この津波高台避難訓練は、災害時に備えて高浜町防災安全課が年に一度行っているものです。まあ、普段こういうことする機会ないんで、こういうのを契機にですね、そのさっきありましたように、防災意識を高めるという意味でも大事だったかなと、思います。実際こういうことがあってはないんですけど、やっぱり心の片隅にそういうことも意識するのもいいのかなと